今回は一生自由に豊かに生きる100歳時代の勝間式人生戦略ハック100という本をご紹介します。もし100歳まで生きられますと告げられたなら、私は一気に生き方を見直し、仕事や健康、お金に焦点を当て、新たな人生戦略を模索するでしょう。この考え方は、経済評論家の勝間和義が提唱する人生戦略ハックに基づいています。本書では彼が100歳時代を充実かつ自由に生き抜くための様々なハックを100種類紹介しており、その中からいくつかの要点を取り上げてみましょう。まず、勝間氏は知識の蓄積、経験の蓄積、お金の蓄積という3つの蓄積が幸福感につながると説明しています。これらの蓄積が増えることで、年を取ることにより幸せになれるとの主張があります。知識や経験が増えることで、人生の選択や行動がより正確になり、後悔やストレスが減少するとの示唆は興味深いものです。お金についても、複利の考え方を導入し、お金の複利を生かすことが経済的な自由を手にする鍵だと述べています。また、仕事においては、ファイアと呼ばれる経済的自立と、早期リタイアの動きには注意が必要であり、100歳時代でも、仕事は脳トレとして続けることが重要だと強調しています。さらに、年を重ねることで、市場価値が上がる仕事を選び、好きなこと、得意なこと、市場の供給が足りていないことの3つが重なる領域を見つけることを勧めています。この視点は、人生100年時代においてキャリア形成を行う上で重要な指針となります。健康についても、体力を大切にし、非運動性熱産生を増やすことで運動不足を解消し、健康寿命を伸ばす方法を紹介しています。そして、他者への利他心を持つことが幸福感や人生の成功につながると述べ、自分の体調を良好に保つことが利他的な行動につながると説いています。時間の有効活用についても、スケジュールの組み方や余白の確保、時間予算の考え方に焦点を当て、無理なく充実した生活を送るための工夫が紹介されています。そして、日々のルーティンを見直し、結果に影響のない部分に手を抜くことで、クオリティを保ちつつ時間に余裕を持つことができるとの指摘があります。最後に、残りの余命を日数で考え、自分の目標ややりたいことに集中することで、より充実した人生を送ることができると述べています。この本を読んで感じるのは、勝間氏が提案するライフハックが単なる経済的な成功だけでなく、幅広い人生の側面にわたり、より豊かで充実した人生を送るための知恵に満ちている点です。ここのアドバイスが実践的であり、未来への期待感と興奮を刺激します。例えば、複利の考え方を仕事や日常生活に応用するアイデアや、自分に合った仕事を見つけるためのアプローチは非常に実用的です。また、他者への利他心を持つことで得られる幸福感や成功への道は、人間関係の重要性を改めて感じさせられます。本書を読んだことで、自分自身の生き方やライフスタイルについて深く考えさせられました。将来の未来への備えだけでなく、現在の日常においても役立つ知識やヒントが満載であり、これからの人生をより意識的に歩んでいくための手助けになることでしょう。